本日は腹筋、背筋、お尻などなどの総まとめ編です。一緒に頑張りましょう。まずは腹筋をやっていきましょう。このトレーニングで私を含め腹筋を割れた方がたくさんいます。まずは肘と膝をクローズしてくっつけるバシクルクランチです。理想の腹筋をイメージしながらやっていきましょう。あと10秒。次はクランチでお腹を潰して伸ばすを続けていきます。潰して伸ばす、吐いて吸う、潰して伸ばす、あと10秒です。今日もトレーニングを頑張っている自分を褒めながらやっていきましょう。休憩で呼吸を整えて、さあ次は自分のかかとをタッチするオルタネードヒールタッチです。簡単に見えるのに意外ときついトレーニングなんですよね。あと10秒です。タッチタッチ、次は4種目目、肘と膝をつけて離すを続けていきます。トレーニング後半に入っています。プランクヒップツイストで腰を左右に振っていきます。体の中心軸を意識しながらお尻を左右に、あと10秒。次はプランクをやっていきます。しっかりとお腹に力を入れていきましょう。コツコツ続けていれば体は絶対に応えてくれます。一緒に頑張ろう。残り10秒。7種目目はサイドシザーキックです。足をクロスさせていきます。上半身は少し浮かせてね。腹筋トレーニングはもう1分切ってますので、最後の力を振り絞っていきましょう。できる。あと10秒。さあ腹筋最後の動きです。足を持ち上げて床ギリギリまで下ろすを続けていきます。持ち上げて腹筋を使って下ろす、あと10秒。よし、次は背筋頑張っていきましょう。ちょっと休憩を挟んで次に行きたいと思います。1年前より10ヶ月前かだいぶ良くなった。筋肉は成長します。しっかり背中も鍛えて美しい背中作っていきましょう。2分の背筋トレーニング、まずはバックエクステンションから。肩甲骨と肩甲骨を寄せて背筋で上体を起こす、あと10秒です。肩甲骨寄ってますか？次は手を肩の真横に伸ばした状態から90度下へ動かしていきます。
今どんどんかっこいい背中に近づいていってます。あと10秒。次は万歳から肩甲骨を引き寄せるバックスクイーズ。あ、今日はやる気が出ないななんて日はこのトレーニングだけでもいいのでぜひ取り入れてみてくださいね。伸ばして肩甲骨を寄せる。次の動きが最後の動きです。左右反対の手足を上げていきます。上半身は肩甲骨から、下半身はお尻から上げるイメージで。続いてお尻のトレーニングです。かかとを中心につま先を左右に動かしてお尻に刺激を入れていきます。お尻が下がってくると効いてこないので気をつけてください。ここから30秒の動きになっていきます。次は足の裏と足の裏を合わせて持ち上げていきます。お尻のトレーニングはやるかやらないかで触った感じも全然違うので一緒に続けていきましょう。お尻で持ち上げて下げる。残り10秒です。次は下になる手と膝をつけてお尻を中心に足を前後に振っていきます。ちょっと難しい動きなんですが、慣れていくとどんどん動くようになっていくのでその変化も楽しんでいきましょう。残り10秒。お尻の形が変わっていく。継続は力なり。反対もやっていきましょう。苦手な方も一緒に克服していきましょう。あと10秒。今度はお尻を中心に足を回していきます。外回り内回り続けていきます。今までのトレーニングで結構刺激が入ったお尻にこの動きがちょっときついんですけど、いいトレーニングなので一緒にやっていきましょう。あと10秒。反対の足もやっていきます。
内回し、外回しを続けていきます。お尻を中心に大きく大きく動かしていきましょう。あと10秒。最後はお尻のトレーニング、鉄板の動きですね。お尻を中心に上げて下げてを続けていきます。お尻のトレーニング最後の種目です。頑張っていきましょう。反対側もやっていきます。さあ、このセットが最後のセットになります。しっかりと持ち上げていきます。残り10秒。皆さんお疲れ様でした。まずはかかとから足を下ろす腹筋のトレーニングです。自転車を漕ぐように動かしていきましょう。かかとから下ろしていく。あと10秒。この後はワイドスクワットをやっていきます。しっかりとお尻と内ももの力を使って上げて下げて、つま先は外を向いています。ここからは休憩挟みません。10分切ってますので一緒に集中してやっていきましょう。あと10秒。次は上と下に太鼓があるように、その太鼓を叩くように動いていきます。なるだけ体をまっすぐに。さっきの4分間で結構お尻疲れちゃってるんですけど、頑張っていきましょう。残り10秒。さあ次は反対の足やっていきます。刺激入りますね。素敵なお尻をイメージしてやっていきましょう。あと10秒。さあ今度はスケーターランジでさらにお尻を鍛えていきます。下半身を強化して代謝のいい体作っていきましょう。普段から燃える体いいですね。次は肘と膝を寄せて腹斜筋に刺激を入れていきます。体を少しねじるイメージで楽しく動いていきましょう。
Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Just stay the night. あと10秒。 When it's like nothing wrong, it's alright with you. 次はプッシュアップをやっていきます。プッシュアップが楽ちんだぜという方はぜひ腕立て伏せでやっていきましょう。胸から寄せていく、胸から床に寄せていく。私ちょっと顎が出ちゃうんですけど、まだまだ修行中です。あと10秒です。最後はお尻を小刻みに上げていく。この小刻みな動きが結構きついんですけど、しっかり効いてくるのでファイト。あと10秒です。小刻みに小刻みに、腹筋にも力を入れて、反対の足やっていきましょう。Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. No prize, no prize. あと10秒。ここまでの動きが一回りで、後半同じ動きを繰り返していきます。さあ、さっきもやったこの動き、かかとから床に足を下ろしていきます。1回目はいけたけど、2回目結構きついなという方もたくさんいらっしゃるかと思います。私もきついけど楽しく楽しくトレーニング、まだまだいける。さあ、ワイドスクワットで内もも、お尻を鍛えていきましょう。大きく足を開いて、お尻を下げて、上げて。今日のトレーニング残り5分切ってますので、笑顔で最後まで一緒に駆け抜けていきましょう。あと10秒。しっかりお腹にも力を入れて立っていきましょう。上げて下げて。残り10秒。反対の足やっていきます。残り10秒です。次はスケーターランジ。さらに大きくジャンプしたい方はぜひジャンプしちゃってくださいね。クロス、クロス。あと10秒。次は肘と膝を寄せる動き。Yes! いける、いける。あと10秒。頑張ってる自分を褒めていこう。さあ、プッシュアップの時間がやってまいりました。No need, no need, so free.
あと10秒。さあお尻を小刻みに動かす。上げて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 。今日のトレーニングもラスト1分を切りました。このお尻のトレーニングで締めです。頑張っていきましょう。細かく細かく、30秒が長いけどやっていこう。あと10秒。さあ反対の足、これで本当に最後です。あと10秒。お疲れ様でした。Show me a good time. I don't need promise.